はい、どうもこんにちは、ピアソンです。たった今ですね、新キャラクター教授のスキル説明動画が発表されたということで、こちらの、ね、皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。さあ、来たね。これ俺まだね、見てないんですけど、これ。さあ、公式のツイート文から見ると、短時間無敵かつ、相手を行動不能に、そして能力を味方に共有可能？何この2行の文章。これだけすごい強そうなんだけど。さあ、そして、とても強い牽制力を持っているけど、回復が少し苦手みたい。教授なのに苦手なんかい。やば、俺の予想外れた。まあでも、まあ多分その、薬とか、を使ってなんかちょっとトカゲ化して解読が遅くなったみたいなパターンかな。はい、そして本日は新サバイバー教授ルキノさんの能力を動画でご紹介ということで、じゃあ実際に、ね、見ていこうかなと思います。さあ来た、始まりましたね。さあここで、おお教授最近これおしゃれだよね。さあルキノ、かつてルキノ教授は、あー早い、進化の限界、なるほど、情報を求むということで、あーやっぱ大人の色気すごいね。なんかイケメンっていうよりはハンサムだわ。さあまず見ていきましょう。スキルどんな感じなんだろうね。まあ、なんかでもやっぱ手に持ってるこの薬を使ってどんどん身体能力強化系なのかな。鱗効果、あ長っ。さあ、あなんか無敵になってる。で、鱗でダメージ無効化してハンターをノックバック効果付き。でさらに脱皮をすることによってなんか、あなんか別のサバイバー拾って、あなんか教授の効果を、あれなの、他の人が使えんの。遠距離スキルも妨害で毒性限界、あ解毒 10% 低下で、邪輪、鱗が発する効果、椅子前でなんかあんのか、ちょっと待って、後でもう一回ゆっくり見るね。さあここで、強い、恐怖判定一切なしか。強いな。強い、やば、あーこれはどうだ、結構難しそう。じゃあ実際にこんな感じということで、ちょっと一個一個ね詳しく、映像を止めて見ていこうかなと思います。さあまずはこちらですね、鱗効果、こちらなんですけど、まあこれが基本的なスキルなのかな。教授は体表の鱗を効果させることができる。まあなるほど、効果は1秒間持続、1秒間だけ、攻撃を防ぐことができる。で防げなかった場合は教授は8秒間の間に、再び鱗を効果することができる。なるほど、8秒間にもう一回スキル発動できますよって感じだから、まあ、ミスっても大丈夫だけど、まあ基本的にはフクロウの即付けみたいな感じで結構やんないとミスりやすいということか。まあでも結構これはやりやすいだろうな。でハンターがそれを見て透かしたとしても、その間に板の間入って8秒間にもう一回使うっていう風になったら、ゲーサンスツナとかにも対応できると思うし、結構使い勝手良さそう。はいはいはい、なるほどね。でハンターの通常攻撃が鱗に硬化した教授に命中すると、ノックバック効果がついて、これ撃退効果ってついてるから、多分今後のハンターのスキルでノックバック効果を減らすスキルとかが実装されたのは、多分これもね含めた上での調整だったのかなっていう気がしてくるね。でハンターは、一定時間行動不能になる。で合計時間で4秒か。そのノックバックプラス行動回復、まあ動けない時間が合計4秒あるのか、これ強いな。なるほどね。で鱗効果がハンターの通常攻撃を防いだ場合はクールタイムは60、クールタイム制限、はいはいはい。で8秒以内に2回の効果で攻撃を防げなかった場合、まあミスった場合はクールタイムは30秒、まあミスって30秒はまあ結構でかいけど、でも8秒間に2回使えるっていう風に考えたら、まあそんなミスることはないかな。まあ結構読み合いが大事だけど、多分慣れれば結構簡単に使えるかなと思います。これで聞くとね結構強そう。さあ続きまして、脱皮、これが教授は毒素を注射することによってその場で脱皮することができる。おーやっぱトカゲっぽいことしてくるね。脱皮尻尾切断はしなかったか、はいはいはい。でマップ内の固定の3箇所に事前に鱗を落とす、固定な場所なんだ、なるほどなるほど。自分がその脱皮を押したところとかじゃないんだ、3箇所、なるほどね、はい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 。でサバイバーが脱皮した鱗を通過するとそれを自動的に拾って、鱗効果能力を1回獲得する。なこれ他の人にも使えるのか。いやーこれついに占い師以外にもなんかなんだろう、間接的にチェイス補助できるキャラクター来たね。うわーこれ、いやーまたこれは強そうな能力、これが一番強いかもな。自分がチェイスじゃなくても関与できるのは強いね。うん。でハンターが鱗を硬化されたサバイバーを通常攻撃が命中させると、まあ普通にノックバックさせられて、撃退過程は 1.78 秒間、持続する。 1.78 か、はあはあ、まあさっきの4秒ほどではないということで、サバイバーが鱗を拾って無効になった場合、サバイバーの鱗が無効になった場合か、無効になった場合は、120秒間、あーこれは結構長めだけど、120秒でファーストチェイス使って、まあ2回目の釣りとかでもう1回使ってという風に考えたら、フクロウ以上には結構使えるかもしれないですね。まあただその脱皮を毎回拾わなきゃいけないから、そこら辺はちょっと難しそうだけど、連携取ればめっちゃ強そう。さあ続きまして、鱗の皮、皮膚の表面の鱗は進化の象徴、方法、未効果の鱗っていうことは、さっきの鱗効果っていうスキル使わなかった状態か、使わなかった状態だとハンターの通常攻撃の半分に値するダメージを防ぐことができる。どういうこと、強っ、
ね、これ鹿のチェーン振り回してたから、あれですね、ボンボンの爆弾とか、鹿のチェーンとかをすべて、防ぐことができる。はい、うわお、あたおかです。あたおかサバイバー来ました。これ、やば、ボンボンとかもガラティアとか鹿のチェーンとかのすべてのダメージを防ぐことができる。で、ここ書いてる限り、クールダウンとかないんで、基本的にすべて無効化、無条件無効化ってこと？え、それ強すぎるけどな。どうなんだろう、これ回数制限あんのかな。でもこの記述だけだとマジでないんでやばいねこれ。これ試合にこいつ来るだけでガラディアとボンボンと鹿とかその辺の 0.5 ダメージキャラクター終わります。はい、やばいです。やば、しかもこれがパッシブの効果で常時発動なのがやばいね。スキル使ったら使ったで通常攻撃無効化できるし、で使わなかったら使わなかったで 0.5 ダメージ無効化。いや強っ、やっぱ万能だな。で続きまして、毒性限界。脱皮するたびに教授は毒素によって理性を失う、限界に近づいていく。教授は脱皮した後の30秒間だけ、10% 低下。いやーこれずっと低下でいいと思うけどな。でもそうなると遅くて結果的にあんまピックされないみたいな感じになっちゃうから、まあ、結局キピエロとかも使えてないからな。ここらで強いサバイバー出したい気持ちはあんのかもしんないけど、まあ、この感じだと相当強いぞ。で、そして最後、邪輪。鱗が発する怪しがん気配にハンターの攻撃に影響を及ぼす。またですか？もう、またパッシブで、もうハンターが近くにいる 5.1 メートル以内にいるだけで、まあ、普通に、まあ、教授が殴られる距離感にいるときは、通常攻撃アクション時間が 0.3 秒増加することによって、板の読み合いとかもそうだし、この救助シーンとかでも、恐怖が取られにくいということで、もう、強っ！めちゃめちゃ強いこと書いてます、このキャラクター。やばいですね。はい。まあ、というのが今回の教授の、まあ、効果になります。まあ、一番やばいのは 0.5 ダメキャラを全て無効化する効果。いや、ま、さすがにこれはね、理不尽というか、まあ、あまりにも読み合いにならないっていう感じになると思うんで、まあ、何かしらの、まあ、回数制限とかつく気は、まあ、なんとなくしてはいるんですけど、まあ、そのまま来たら、ま、やばいかなっていう感じがしますね。鱗効果も普通に強いし、味方にも、強い。まずこの自分がチェイス強い、味方にも能力を配れる袋付き、しかもクールタイム制で何回でも使える、で 0.5 ダメキャラクター食らわない、チェイス補助もできる、で加えて、解読デバフは 10% だけということになっておりますね。はい、これだけ聞くと、もうこの文章上だけで見てわかる、ぶっ壊れね、調整で負けても、これね、ほんとね、これ、キーガンも最初はこれだったのよ。まあ、キーガン今でもね、強い使い方あるんだけど、まあ、そっから弱体化来て、おいおいおいって感じはなってるんで、おそらくこれもまた弱体化する予想はしております。ということで、まあ、今回、教授の能力でございました。もう一回ね、最後 PV 見て終わろうかな。さあ、見ていきましょう。これ、やっぱ一番もう一回見て気になるのは 0.5 ダメージを何回分防げるのかって感じだけど、進化の限界行き過ぎだよ。本当に。もうルキーのより強くなってんじゃん。この半人間の時の方が強えよ、これ。はいはいはい。まあ、普通に、まあ、球場を安定して行えるかと言われれば、まあどうだろう、まあ、ボンボン相手とかだったら全然いけちゃうか。うん。まあ、遠距離のその芸者とか、まあ、そういう時にちょっと厳しい。いや、でも全然これ使えばいいな。全然救助もいけるわ。いけますね。うん。まあ、ただ、クールタイムが60秒だったのがちょっと難しいかな。はい。で、脱皮拾って、まあ、120秒に1回だけど、全然これが使えて袋効果がつくと。で、鱗の皮も強すぎ、これ。今のが一番やばいね。うん。いやー、これやばいだろうな。で、デバフもそんななくて、この椅子前にいるだけで、ムワーでさらにスキルを使って無効化していく。で、そのゲート解放とかもないんで強いと。あ、強すぎるな、これ、やーば。で、また無効化していくと。いうことになっております。さあ、これはまた恐ろしいサバイバーの情報が出ましたね、皆さん。またね、またこのサバイバーが実装されて、まあ、どう変わっていいか、まあ、おそらくテストサーバー来ると思うんでね、まあ、そちらでも触ってみようかなと思いますので、ね、また動画のね、チェックよろしくお願いいたします。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。